ございます。ライドライダー上松千佳です。 K2 ライダーの家田美智子です。ただいまサービスルームコレクションに来ています。ここでは2011年12年モデルのドライドと K2 の板が世界最速で市場レンタルすることができます。レンタルは1日1000円4時間500円となってます。ぜひこの機会にいろいろ現地で乗ることもできるんで試してみてください。ぜひ神楽スキー場に新しいテクノロジーを体験しに来てください。今日は神楽三俣にあるフォースパークに来ています。ではこれから行ってみましょう。1つ目は9メートルキッカーです。フォースパークにはビギナーにも優しいコースもあります。こちらです。行っちゃって。では家田美智子 B ちゃんにフォースパークはどうか聞いてみたいと思います。フォースパークどうですか？フォースパークは機械の形もよく結構楽しめるパークとなってるので、ぜひこの機会来てみてください。どうですか、ホースパークは。キッカーもサイズがちょうどいい練習になって、ジブもサイドインのボックス、細いシングル、フラットのボックス、いろいろ練習できて、回しも速いし、すごいいいパークだと思います。インタビューしたいと思います。じゃあ行ってきます。こんにちは。あ、こんにちは。フォースパークの調子どうですか？あ、もうリフト下のキッカーがもう最高ですね。なんかドーンって上上がる。絶好調だった。絶好調です。他に何か面白いのありますか？パークも結構一本のリフトで5つキッカー流せるし、ダウンレールとかサイドインで面白いんで、ぜひ三俣に。ぜひ三俣に。ぜひ三俣に。会長のマサさんにインタビューしたいと思います。マサさん。こんにちは。お仕事大変です。いや、今日は天気もよく、みんなが楽しく滑ってくれてるんで、ティガーとしては嬉しいです。このパークのおすすめアイテム、何ですか？おすすめアイテムは全部です。マサさん。僕はリフト下のキッカーですね、1個目。じゃあ皆さんも三俣フォースパークに遊びに来てください。ありがとうございます。